タイ人は、タイ国籍を持つ者の,のこと。タイの国籍を持つ者の,の中には、タイ族以外に、マレー系、カジン、その他の少数民族も含まれているため、タイ人にコールタイ族とは限らない。歴史的には、中央平原部の小タイ族が、シャム人、または、タイ人と呼ばれたが、タイ政府が大替民族主義を進め、 周辺の別の体系はもちろん非体系民族をも、シャム人へ同化させる政策を取り、タイ国籍保有者すべてが、タイ人とされた。タイ族は、中国から、インドシナ半島のラオス、タイにかけて広がるタイ諸語を母語とするすべての民族の、総称とされる。隣国ラオスの主要民族であるラオ族もこれに、含まれる。これに対し、タイ人は、しばしば、 対族と同義として用いられるが、正式には、イ王国の国籍を有するすべてのタイ国民を指す。たとえ、エスニックグループにおいて、イ族に属していなくとも、またその人物の母語がタイ語ではなくとも、タイ国籍を保持ないし取得している、イ王国国民であればすべて、イ人であり、タイ北部の非体系少数民族や、 マレー半島の新南部三県に住むマレー系住民をも含む。現在、タイでは、タイ族と他民族との根血化が進み、特に家人との根血が激しい。タイにおいて、家人を自称する人は700万人いるとされるが、実際には、中国人の血統を引いていても、家人としてのアイデンティティを持っていない人の数は、それをはるかにしのぐ。 改正2508年タイ国籍法においては、タイにおいて国籍を生まれながらに保持するためには、父母のどちらかがタイ国籍保有者であることを定めており、俗人主義的な傾向を見せている。一方で、タイで出生した者という俗地主義的な傾向もあることが、非タイ族のタイ人を増加させる要因の一つである。外国人のタイ国籍帰化は、基本的に、 永住権の申請、永住権の取得帰化申請という手順を取る。一方で、周辺諸国からの難民や、国境付近の少数民族などは、国籍を持っていないことによるハンディから、しばし反政府勢力となり、違法ビジネスや、分離独立運動を行うことがあるため、一定の基準のもとに、積極的に国籍を与えるということが行われている。 二重国籍者はタイでは許されておらず、国際結婚カップルの子則などで、タイ国籍と外国の国籍を取得している場合、20歳までにどちらかの国籍を破棄しなければならない。ありがとうございます。